動画ンペの前に1、2分間だけ宣伝をさせてください。今回は圧倒的なノイズ低音効果を実現した高機能耳栓ループクワイエットのご紹介です。皆さん、カフェや塾の自習室などで勉強するときや、家で勉強するときに、周りの音がうるさくて集中できないという経験をしたことはございませんかそれもそのはず。実際にウェールズ大学研究でも、好きな音楽を聴きながら作業をしたグループは無音環境で作業をしたグループと比較して、認知能力が50%も下がっていたことが判明しているため、好きな音楽でも何でもない、ただの騒音を聞きながら勉強していたら、それ 以上に勉強効率が下がってしまうことは想像に難くありません。だからこそ僕は勉強中は必ず耳栓をするようにしているのですが、そんな耳栓マニアの僕は今回特にお勧めしたい商品がこちらのループクワイエートです。ループクワイエーターノイズをマイナス26デシベルまで低減できる高い遮音性を有しているからカフェなどで周りがうるさかったとしてもすぐに自分の世界に没頭させてくれます。さらにこちらはシリコン製で皮膚に馴染むからつけ心地が気持ちいいですし、XS から L の4サイズのイヤーチップが付属してあるからどんな耳にもフィットしやすいですし、 キャリーケーケスもも付属ししししててててああるるかからら外出先にに気軽に持っっいいけますす耐久性があるから水洗いして繰り返し使うことだって可能ですさあね、僕はこちらの耳栓を就寝時にもよく使用していて、僕の家の近くは大通りがあって騒音で悩んでいたのですが、これをつけるようになってから騒音が気にならなくなって、毎晩朝までぐっすり眠れるようになりました。というわけで、耳栓なしでは生きられない耳栓マニアの母感をお勧すすめする、高機能耳栓ループコワイエットは、この動画の概要欄にから10%オフでご購入可能ですので、忘れないうちに今すぐ購入されてみては いかがでしょうか成績が圧倒的に伸びる冬休みの過ごし方をご紹介していきたいと思います。まずはじめに最も重要なことを伝えさせてください。それは来年4月で中3、高3になる新受験生にとって、冬休みは成績を伸ばす大大大チャンスだということです。4月になって正式に学年が変わってしまうと、他の多くの学生も受験生としての自覚が芽生え、1日10時間勉強が当たり前という状況になってしまいます。 そうなってからでは他と差をつけるのは非常に難しくなってしまうので、まだ他の学生が油断している今こそ、アクセル全開で勉強をスタートさせてしまいましょう。では具体的に冬休みはどのように勉強を進めたらいいのかということで、そのポイントを5点にまとめてきましたので、サクサクご紹介していきたいと思います。というわけで早速見ましょう。成績が圧倒的に伸びる冬休みの過ごし方一つ目は、初日で宿題を全て終わらせるということです。新受験生の皆さんには冬休みで早速受験勉強に取り組んでいただきたいのですが、そのためにもまずは学校の 宿題を全て終わらせてしまいましょう。学校の宿題が残ったままだとそれが気になって受験勉強に身が入らないということが起こってしまいがちになるので、理想は冬休み初日。遅くとも冬休み3日目までには書き初めも含めて学校の宿題を全て終わらせてしまいましょう。というわけで、どんどん行きましょう。成績が圧倒的に伸びる冬休みの過ごし方、2つ目は、毎日長時間勉強する習慣を身につけるということです。先ほども述べた通り、新中3高3生にとって冬休みは成績を伸ばす大チャンスです。だからこそ、新中高3 高生はは自自分すすででにに受験生であるるとというう覚をを持ってて毎日長時間勉強することを当たり前にししおきましょう具体的には部活がない日は最低10時間部活がある日でも最低6時間を目標にがっつり勉強に取り組んでいきましょうというわけでどんどん行きましょう成績が圧倒的に伸びる冬休みの過ごし方3つ目は志望校の最新年度の過去問を解くということですまだ基礎ができていないのにいきなり過去問に手を出すのは早すぎじゃないと思う方も多いと思いますが全く早すぎではございませんむしろ本格的に 確定な勉強をスタートさせる前の今だからこそ過去問を一度解いておおくのがすすすめですこれなんでかっていうと、過去問演習をすることで、志望校の出題傾向を正確に把握することができるからです。これによって合格に直結する最短最速ルートで勉強に取り組めるようになりますし、入試本番で出題されるかどうかわからないけど、なんとなく勉強しているという意識よりも、志望校の過去問で似たような問題が出題されていたから、この単元はしっかり押さえておこうという意識で勉強した方が、知識がしっかり身につくようになります。またこの段階で 過去問演習をしておくこことととででで入試で求められれるるるレベルと今のののの自分実実力ににどれだけの差ががあるのかを身に染みて実感すすきますおそらく99%を受験生は激鎮することになると思いますが、ここである種の絶望感を味わっておくことができれば、このままではまずいと気が引き締まるので、その後の勉強にもがっつり身が入るはずです。だからこそまだ本格的に受験勉強を始めていない冬休み中に、志望校の最新年度の去問を奇襲範囲だけでもいいので解き切ってしまいましょう。というわけで、どんどん行きましょう。成績が圧倒的に伸びる冬休みを過ご 4つ目は、英数の基礎を仕上げるということです。冬休みの具体的な勉強内容は、英数の基礎を仕上げることをお勧めします。これなんでかっていうと、英語と数学は積み上げ型の科目であり、勉強時間をがっつり確保して取り組む必要があるため、休み期間中に最適だからです。具体的には、新中3世は、英数のワークを中1周期の2年度分、習ったところまででいいので、総復習するのがお勧めです。また、新高3世は、英語はこのあたりの参考書数学はこのあたりの参考書を完璧にすることを目標にしましょう。 A 数の基礎を仕上上げるでで特にこだわって欲しい点は質です具体的には単語は意味を1秒以内で即答できるレベルまで文法は全問正解するだけでなく自分の言葉で説明できるレベルまで数学は一瞬で解放が思いつくレベルまで仕上げるのが理想ですここで基礎を完璧に仕上げておかないとそれ以降の勉強で成績が全く伸びなくなってしまいますのでゆっくりでいいので確実に最悪冬休み中に終わらなくてもいいので質にこだわって基礎を仕上げていくようにしましょうピュ 冬休みの過ごし方5つ目は生活リズムを崩さないということです冬休みで昼夜逆転してしまった結果勉強のモチベーションが全く安定しなかったという受験生は本当に多いです特に大晦日に夜更かしをしてしまった結果それ以降生活リズムがめちゃくちゃになったというパターンは本当に多いので1月1日含め毎朝遅くとも9時までには起きていただくことをルール化していただいて毎日万全のコンディションで勉強に取り組めるようにしましょうというわけで本日の動画内容を全てまとめるとこちらになりますのでまずは学校の宿題は初日です すべて終わらせるという第一歩目からスタートラッシュを切ってみてはいかがでしょうかさらにですね、動画冒頭でご紹介したループクワイエットは、この動画の概要欄から割引コード10%オフでご交流可能ですので、ぜひ冬休みの勉強のお供としてご活用されてみてはいかがでしょうかまたですねこれ50とバーブス嬉しいですはるけご視聴おりとうしだ